おはようございます。もう1ヶ月ぐらい前の話になるんですけども、10月4日にテレビに出演しました。本当のとこ教えてランキングという番組でですね、テーマがプロの声楽家が選ぶ本当に歌が上手い女性歌手ベスト30というものでした。この名前の通りベスト30を紹介していく番組なんですけども、僕はですねこういう感じで出演しました。はい、ご覧いただいた方々もねたくさんいらっしゃると思うんですけども、前回のねテレビ出演告知動画を見てご覧いただいた方々、本当にありがとうございました。いかがでしたでしょうか。番組の内容に関してはいろいろと思われることはあったと思います。その出演告知動画のコメントにもですねいろいろとコメントが来てて拝見させていただきました。番組終了してからもですねいろいろとネットでその口コミを見たりとかもして、やっぱりいろいろと皆さん思うことがあったみたいで、それも全部分かってます。最も多いのはやっぱなんでこの人がこのランクで、なんでこの人がこのランクなんだとか、そういうことですよね。声楽家のこれアンケート取ってるって言ってるけど、どういう形でアンケート取ってるんだとか、いろいろとね思うことがあると思うんですよ。ランキングに納得がいかないとかね、思うことがあったと思います。ただね、うちのそのコメント欄とかにも少しコメントをいただいたんですけども、僕はですねそのランキングに関しては分かりません。はっきり言って声楽家131人にアンケート取ったって言ってますけども、僕もそのアンケートに参加してるんですよ当然。で、僕はそのアンケートに参加してこのアーティストがいいなと思って書いて、それをスタッフさんに提出してると。それでその131人がどういう風にランキングつけて、それがどういう形であのトップ30になったとか、そこまではね僕企画会議に参加してるわけじゃないので分かんないです。だから声楽家がねランキングつけたらこんなランキングになるのかとか、いろんなこと思うかもしれないですけども、それに関しては僕もいろいろ思うことはありますし、もちろん分かんないです。で、僕がね当然参加してるので知ってることもありますけども、その裏側みたいなのね、撮影の裏側みたいなの話そうと思ったら話せますけども、また僕がこんなところで変なこと言って番組側にね迷惑かけたらあれなんで、今日はね喋らないでおこうと思います。そこに関してはで、いろいろツイッターとかも見たら結構見てる方もなんか多かったみたいだし、視聴率良かったんじゃないかなと思うんで、もしかしたらね今回女性編でしたけども、また男性編がね続いていくかもしれないし、またこの企画はねずっとあるかもしれないんで、僕はね余計なことをね喋らないでおこうと思います。ただ一つ言うのであれば、僕も今回初めて参加しましたけども、この番組って前からあったんですよ。声楽家が選ぶランキングみたいなのあって、それ見てたりしたんですよ。で、僕の知り合いとかが出てたりしてたんで、2、3回見てたんですよね。で、僕も一緒で、皆さんと一緒で、なんでみたいな、これどういう風にランキング取ってんのみたいな、いろいろとなんでって思うところがあったんですけども、今回僕参加してみて、なるほどなと、こういう風にランキングつけてんのかと。で、そこに関して、いや、こういう風なランキングのつけ方はダメだろうとか、これはおかしいだろうとか、こういう風なアンケートの取り方は良くないよっていうような感情、感覚はなかったです。当然ね、本当に歌が上手い下手を選ぶんだったら、みんなが同じ曲を歌って、それを参加者100人がいたら、みんながその100人を同じ目線でね、見るっていう風にやらないと、当然そのフェアなランキングっていうのはつかないですよ。その歌が上手いっていうことに関しては。ただそんなこと当然できるわけないし、あくまでこれテレビショーなんで、もうはっきり言って自分の持ってる知識、自分がもう聞いたことあるアーティストの方々の記憶を頼りにランキングをつけていくしかないですよ。それは当たり前っちゃ当たり前ですよね。だから当然フェアじゃないですよ、それは。ただそんなこと言い出したらキリないんで、あくまでテレビショーなんで、そこはなんか楽しく見ていただければなと思います。今後も続いていくならですね。あくまで、それが大前提としてランキングをつけてると。で、声楽家って言ってもみんな同じ価値観を持ってるわけじゃないし、発声に関してもいつも言ってることですけども、みんな別々の考え、みんな違う価値観を持ってるので、その中で当然ランキングをつけてると。だから僕が見てても思いましたよ。なんでこの人がこのランキングでこの人がこのランキングなんだろうなとか、僕も皆さんと同じでいろいろありましたけど、ただそういう風につけた人がいるってことじゃないですか。それ以上のことは言えないです。ただ個人的にはですね、結構本当にテレビの力って大きいなと思ったのが、やっぱ見てる人たくさんいらっしゃって、僕の知り合いにも本当中学の時の部活の先輩とかね、
何年も連絡取ってないのにいきなり連絡が来たりとか、まあ、結構ねやっぱ反響ありましたね、まあ、家族もすごく喜んでましたし、なんだかんだで、まあ、本当になんだかんだで出てよかったなって思いました。またねこういう企画が続いていくのか続いていかないのか分かんないですし、まあ、僕が呼ばれるか呼ばれないか分かんないですけども、またなんかね告知することがあったらここでですね告知していきますので、ぜひチェックをしていただければと思います。はい、ということで今日も最後までご覧いただきありがとうございました。